ございます。シカです。今日は宮城の海にゴムボートで出てきてます。カイさんです。おはようございます。7月に一緒にマゴチ釣って以来ですね、またゴムボート乗せてもらってます。はい、今日はようやくちょっと釣果情報上がってきたタチウオですね、狙っていきたいと思います。頑張るぞ。プランジ 150g です。もし何もそっちは来たよっしゃ来た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 分かんな、サバにしては、いやサバじゃないと思う、ブルブル言わないし、タチウオじゃない、これどうだ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 、違うやん。はい、はい、サバでした。ブルブル言わないサバもいるんだ。はい、今日の1匹目サバです。結構脂乗ってそうですね。キープ。おお、メバル結構でかい。ナイス。どうすか。サバ、メバル。メバル。どのくらいのメバルですか。25ぐらい。サバは。サバは40ないぐらいかな。あ、そっちどうすか。全然ダメ。全然。あっちのカヤックの人すごい歓声上がってたっす、さっき。水深 44.5m。 あ、そうそう、説明してなかったですけど、今日はカイさんのお父さんの方のゴムボにはカッシーさんが乗っています。私とカッシーさんはもうカイ親子にお世話になってますね。タチウオってそういうハーフピッチの方がいいんですか。あんまりこう大きくしゃくんないで、ジグが取られない方法。横から多分食う、後ろから前かどっちか分かんないけど、横から食うとスイベルからすぐこうライン入っちゃうから、スパッといく。もしもし、タチウオ来たよ。おっ、月見用のやつ、俺と態度とこっち釣れないわ。今結構何回かバレてバレてのは取れたって感じだったから。ヒットした水深は中層ぐらいだった。中層、お今いるとこ 43m、 こっち45。あ、まあ一緒だね、ほぼ。あ、まあそうだ。ああ、羨ましい。お、ボトムに反応あり。お、なんかついてる。ベイトがなんか引っかかった。なんだろう。さあ、カイさんに何かがヒット。お、タチウオじゃん。やった、やった、これ。よいしょ。よし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 、ナイス。いいサイズ。指4本、4本、5本。いやいやいや。痛い痛い痛い。いやいやいや、これはチャンスタイム、チャンスタイム。続くよ。それ俺の。よし、来た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 よ来たよ。まあまあ引くのがサバかもしれないっていう怖さがあるんですね。さあ中央でやってくれ。ポールで組みましたね、ボトム付近で。なんか魚違うな。魚違う？サバっすか。そんなこと言わないでよ。合うだな、これサバじゃない。いや2メーターぐらいの太刀魚であってほしいな。粘るな、最後。今一度どんぐらいですか。今5メーターっすね。5メーター、あ、じゃああそこにいるやつ、あれだあれだ。バラ高いなら。はい、あざっす。ちゅうおう中央でやってほしかった。
やりました。稲田っすね。まあまあ引いたけどスレだったからね、結構重量感はあったけど、サイズ50センチあるなしですね。イエイ。途中俺だけ釣れてない。捕らわなきゃいかんない。いや隣で釣ってるからもう完全にこれは釣り人の腕の差でしょ。それっぽい反応っすね今ボトム 40m。 30、さっきの反応当たりだなと同じぐらいですね。あーいったジグの特性なんですかね、そのエビリやすいの。多分僕尺利幅も、尺利幅、尺利強さが大きいんですよ、うん、入力大きいからジグ跳ねて、きた。あ、うっそ。わあ。きた。あ、これは、え、なんだろう、うん、中央でやってほしいな、中央で。最初の抵抗は単純っぽかったんですね。ビクビクはしてないですね。タチウオであってほしいな。最初の抵抗だとタチウオ。タチウオ。え、抜けた？嘘。浮いてきて。嘘、抜けた。マジで最悪。なんで？あら。嘘。タチウオが釣りたい。なんでバレたんださっきの。カメラの準備してたからちょっとフッキングがね、穴広がっちゃってね。ああ。そんなため息かんきな。魚逃げちゃいますよ。ため息で逃げる。来たー。あ、タチウオか。いやでもあるかも。タチウオサバっぽくはない。ちょっと緩めるか。サバかな。サバのスレなのかな。なんだろうな。ダジャメじゃないですか。え、ホウボウかい。まさかここにいるホウボウ。いや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 、でっか。うん、キープかな。はい、ホウボウです。結構お腹パンパンっすね。っていうかここでホウボウ釣ったの初めて。うわ、なんかいろいろ出てきた。うわ、エビいっぱい食ってるなこいつ。いっ、タチウオが遠い。悪くない。引き続きはタチウオっぽいですね。マジっすか。いや、タチウオだよ。おお。ナイス。ナイス。いやー、羨ましい。続け続け。お、来た。お、来た。お、来た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 。お、お、抜けた。マジで？水深何ボスか今。今ボトム付近ですね。マジでなんでバレんの今ので。あー、今のバラしたの悔しい。まあまあなでかくさだったよ。どこにかかってたんだろうな。よし、やるぞ。はい、結構移動してきました。水深 50m ぐらいのとこに 37m ぐらいまで駆け上がってる背のポイントですね。ヒラメか。ヒラメ釣れるんじゃないですか。なんでもいいや。魚見たいです。魚が見たい。お、群れが入りましたね。指10本のタチウオの群れでやってほしい。おし、きた。ワラサは あるかな、ないかな。ワラサあるなしかな、青物だったら。指10本のタチウオ。もう上がってくる感じ。あ、あと2週内ぐらいだと思います。よいしょ。おお、すくすくすく。
おおほほほ、サワラだったらいいな。サワラないかな。イエローテール。サイズアップかな。ちょいサイズアップかな。うわ元気だ。最後まで粘るなこいつ。ああ重い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 。いいかな。ああありがとうございます。あよいしょ。やりました。本命ではないけどまあまああるな。60ありそうなワラサです。イエイ。ナイスです。ありがとうございます。でもタチウオがまだ1匹も釣れてない。今日はタチウオが釣りたい。今年の青物なんか去年のより肩ちっちゃい気がするな。水温まだ下がってないから。水温下がるとサイズ大きくなる。ビートが全然入ってこない。おおしナイス。青物サイズ感は55センチ。55センチ刻むね。あーいいね。シュシュいい。ナイスワラサ。イエッ。結構長いジグに食ってきたんだよね。何グラムこれ。180グラム。はい、ナイス。57。57。いいとこ行ったね。釣れねえかな。十は欲しい。本当にタチウオが欲しい。あと1本ずつぐらい釣ったらタチウオに戻る。それで。やるよ。11時半前もう釣り始めて6時間ですね。あ、そこの反応いいっすね。きたー。おーよし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 。タチウオでやってほしいな。あーなんだこれは。え、ヒラメか。ヒラメだ。これはこれで嬉しいが。よっしゃよっしゃ。はい、ありがとうございます。よいしょ。うわうん、やりました。ヒラメです。イエイ。タチウオじゃなかった。嬉しいけどタチウオが釣りたい。イエイ。タチウオ釣れたらもう終わりなのにな。釣ったらもうゲームセット。ヒラメだったら座布団がいい。タチウオだったら指7本がいい。よし、来たー。え、なんだこれ。タチじゃないそれ。え、なんだろう。あ、重いぞこれ。あ、ヒラメかな。多分ヒラメだ。重いんだけど。いや、タチウオね、ヒラメかもしれないですね。うん。お、ヒラメかな。ヒラメか。あ、違う、あれ。V。何がどうなってる。ダイナメか。おお。よいしょ。でっかいアイナメ。こりゃでっけえぞ。でっか。ふと。こりゃ嬉しいな。おお。40アップ、45、45あるかないかな。やりました。今度はアイナメです。イエイ、レンチャン。でもタチウオが釣れない。イエイ。アイナメ、カブ釣ってるやん。
チオさえ釣れればタチオさえ釣れたらね、もうサバホウボウ、イナダ、アイナメヒラメ、よっしゃ来た。これでタチオだったら泣ける自信ある。あんまり期待せんとこ。ウィークベイトハマるときは本当にハマるっすね。ウィークベイトは強い。違う、茶色いな。赤いか、赤いな、カナガシラだ。よいしょ、イエーイ、カナガシラです。イエーイ、こういう美味しいやつ。カイさんは逃がしてたけど俺はキープするよ。やられた。あ、タチウオ、やつ、やつにやられたか。あー、ワイヤーリーダー外しちゃったんだよな。タチウオ釣れねえな思って。いやー、釣りたい。ラストチャンスじゃないですか。さあ、来たー。え、お、来た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 。あ、サバか。あ、ブルブル来た、抜けたサバだ。マジか。見てください、切られてました。タチウオだった。マジか。タイムアップ。いやー、タチウオ釣れなかった、悔しい。はい、今日はタチウオ釣りに来たけど釣れませんでした。何の成果も得られませんでした。いや、青物とヒラメ、アイナメ、ホウボウ、カナガシラなどなど釣れましたけど本命が釣れなかったな。いや、またね、近いうちリベンジしに行きたいと思います。さあ、今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。